子です。本日はですね、東京旅の動画、これ第何弾になるか自分でも分かんなくなってきたんですが、11月の5日の日、月曜日ですね、夕方ちょっと銀座に行ってまして、その時に寄ったお店の話をしたいと思います。ではスタート。11月5日の日ですね、アップルストアの銀座に行くっていう用事もあったんですが、もう一つ当初から決めてた用事がありました。それがこちら、銀座のグラマスンさんに行ってまいりました。何のお店か、分かる方いらっしゃいますでしょうか。スマホのケースだとかフィルム系とか、あと革の小物とかをですね作ってるメーカーさんの初めての旗艦店ですね、路面店になります。こちらなんですが、どちらかというと革製品がメインのところなので、革のスマホケースだったり革小物売ってて、でしかもね、社長さんとかがすごくダンディーな方なんで、ちょっとね男っぽい雰囲気のお店ではあるんですが、女性向けの可愛い商品も取り扱いがあります。グラマスさん自体はですね、私もちょっといろいろな関係で以前から知ってたんですが、これがね以前使ってました iPhone、7プラスの時かなに買ったケースです。これはね合皮のケースですね。なのでちょっとお値段お安いです。やっぱりね、大きいサイズのスマホケースで本革のケースになると、グラマスさんの場合だと13,000-14,000円ぐらいからになるかな、確か。間違ってたらごめんなさい。でもこれは1万円以内で買えるのが合皮のケースですね。将来的にはね、私も本革のケース買ってみたいんですが、なかなかね、やっぱり手が届かないとこですね。ちょっとこれも中汚いんで、外側だけお見せします。では今回ですね、買ったもの紹介したいと思います。第1弾目、こちら。じゃん。iPhone のテースマックス用のケースです。しっかり。見えないな、これ多分書いてるんですが、ちょっと開けてみたいと思います。やだ、ネイルガリってやった。あ、そういうことか、バカだ私。ネイル爪を犠牲にしたけど、下のテープ切ったらここをキュッと押したら出てきた。じゃん。はい、こちらですね。かわいいケースですね。出してみましょう。中身なんですが、まずこちらがケース本体ですね。こちら確かね、何色か3色ぐらい色があったのかな。私が選んだのはピンクですね。とてもかわいいです。でここがねリボンモチーフになってます。で、こちらのケースなんですが、IC カードをね中に入れることができます。でとても素敵だなと思ったのが、説明書が入ってるんですが、 IC カードの入れ方なども書いて、説明書とケースの着脱方法までしっかり書いてあります、ここにね。で、素敵だなと思ったのが、磁気カットのシートが入ってます。最初から1枚、これは、1枚入ってる、これはいいですね。で、早速つけてみたいと思います。これ取り付け方を見ながらやりますが、まずは取り付けるときは電源オフにしてからやりましょう。なるほどね、これは確かに取り付け方必要だわ。これね、このケース、パカッと
インナーと外側に分かれます。インナーはこの柔らかいケースですね。これをまず取り付けます。簡単につきますね、これは。で、上からこのハードケースを取り付けます。カパッていったね、今。これで OK。 これだとちょっと厚みがね出てしまうんだけど、その分カメラがね出っ張らないから非常に安心して使えます。で、こちらが、まあ、穴になるんですが、純正じゃないね、ライトニングケーブル。これちょっとね、太めにはなるんですけど、これが刺さるかどうか。はい、余裕で刺さった。はい、余裕です。ということでね、あと、サイドのボタンは、とか音量ボタンはさっきつけたインナーでね、シリコンケースなんかと同じ感じで柔らかいので、押し心地はバッチリです。ただこのカメラがかなり引っ込むということで、このねマナーモードボタンっていうのがかなり奥に入るので、指の大きな方でなおかつ爪の短い方っていうのはちょっとねやりにくいかもしれないかなと思います。でもこのデザインからして女の子向け、女性向けのケースなんで、女性だったら大丈夫。特になんか爪とか伸ばしてる子だったらやりやすいかもしれないです。ではこれがグラマスの女性向けのケースでした。でもう一つ購入したケースがあります。それはこちら、ちょっと分かりづらいんで出します。出します。さっきと開け方違った。こちらのケースなんですが、先ほどお見せしたこの iPhone の時に使ってたケースの Xperia XZ2 バージョンになります。非常にシンプルです。これもね合皮なので、中取り出してベロを出したら、おいさと落とし込みます。で入れる。以上で、やっぱりね、サイズとかをしっかり作ってるんですね、グラマスさんは。本顔もそうなんですけど、この合皮のやつもそうなんですが、ものすごくサイズがぴったり作ってあるので、そうそう簡単には落ちません。今、逆さまにして振ってます。皆さんは真似しないようにしてくださいね。落ちません。安心してください。で、Xperia 2、こちらね、裏面のカメラ、ここの指紋認証バッチリ出ております。で、サイド部分なんですが、この Xperia の XZ2 に関しては、右側がね、こういろんなボタンついてるので、こちらも全部開いております。これは、まあ、使いやすそうですね。で、画面に若干かかるので、今私ガラスフィルムつけてないんですが、ガラスフィルムつけるとちょっとね、厳しいかもしれません。普通の保護、フィルムだったら大丈夫だと思うんですが、ガラスフィルムだと厚みによってはね、引っかかるかもしれないぐらいぴったりのジャストサイズで作られています。で、こちらにはカードケースですね。1枚入るカードケースが付いております。これについては特に私語ることないな、もう。で、これは PU レザー、合皮のケースと、こっちもね、合皮なんですが、この、カパッとはめるケース、これね、こっちのケースはそのインナーと分離するっていうのがすごく良かったですね。つけやすいし良かったです。で、
本当は iPhone XS Max に関しても手帳型のケースが欲しかったんですね。こういうタイプが。なんですけど、まあ、これがね、やっぱお値段お安かったっていうのが一つと、あと来年もしかしたらまたちょっと iPhone 買い替えるかもしれないので、その時にね、まあ、全く同じサイズかどうかっていうのが、現時点ではさすがに不明なので、一応このケースにしてみました。iPhone の方が触ってる時間長いんでね、どうしてもこう、開きっぱなし、エクスペリアみたいにこうやって開き、ね、エクスペリアはこう、閉じてることも多いんで、開きっぱなしにはしないから、手帳型でいいんですが、こっちは開きっぱなしが多いんで、まあ、いいかなと思って今回は、このケースにしました。で、その他にもですね、本革のケース、めちゃめちゃお値段がするものもありますが、とてもおしゃれなお店です。銀座のね、ちょっと入ったところで、ルノワールの隣にありました。ルノワールに気を取られてて、一瞬、お店の前通り過ぎて、ん?と思って戻ったら、あ、なんだ、ルノワールの隣かいっていうね、ところにありました。銀座に行く機会がある方ですね、革のケース探されてる方、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。で、iPhone に関してはですね、iPhone に関してはケースの種類非常に多彩なんですが、Android に関してはですね、ケースの種類というのが非常に限られておりますので、その点だけご了承ください。あと私まあ、ちょっと話それるんですが、グラマスさんの製品で使ってるものといえば、一眼レフの液晶の保護ガラスも、グラマスさんの保護ガラスを使用しております。他のね、メーカーさんの保護ガラスでもいいんですけど、やっぱりね、グラマスさんという安心感で購入しております。別に、グラマスさんからの回し物ではございませんが、単なる一ファンです。あとですね、ちょっと豆知識なんですが、今回私買ってるのこれ PU レザー、合皮のケースなんでね、私が使ってるのは今回PU レザーの合皮のケースなんで、そこまで影響ないんですが、本革のケースを買った時の注意点ですね、こちらについて、何点か、私が知ってる限りのことでお話をしたいと思います。まずですね、本革に関してなんですが、どうしてもやっぱり革なので、小さな、こう、傷っていうのは、ついてることもあります。例えばね、人間だって、虫刺されだとか、傷とか、ね、全く何にも傷跡ないですとか、シワも一切ありませんなんて、人間いないじゃないですか。それと同じで、やっぱり動物の皮使っていると、その小さな傷があったりとかすることもあります。もちろん製造段階でつく傷というのもあるんですが、もともと革製品としてつく傷と、ついている傷というのもあります。それはね、しっかり、そこについては、まず革製品は、つるんとしてないよって、本当につるんとしたものが良ければ、こういった安い PU レザーのケースを買った方がいいかと思います。ちょっとした傷も味だと思って楽しんでください。その2、本革のケースに関してなんですが、買ってもったいないから使わない、ね、っていう、そのまま保管してるっていうのは、放置してるのと同じです。買ったらすぐ開けて使ってあげてください。これはね、別にスマホケースに限らず靴とかでもそうだと思うんですが、本革のいい靴買いました。もったいなくて履かずに1年ぐらい寝かせてしまいました。表面ボロボロになっていることありませんか?もしね、すぐに使わない場合は、定期的にちょっとこう、手入れをしてあげる必要が出てきます。一般の方が、保管してるっていうのは放置してるのと同じですので、長期間放置してしまうと
ボロボロになります。人間の肌も一緒ですね。生きていればまだいいんですけど、死んだ人の皮とかね、ほったらかしにしてるとやっぱりボロボロになっていきますよね。なので、手入れしてみてください。ちなみにスマホケースに関してはですね、こう毎日手に持って使うことで手の油がね、こうつくじゃないですか。この手の油によって保湿されていくので、本革のケースはね、そんなに手入れをしなくても大丈夫です。あともう一点です。さっき傷の話をちょっとしたんですが、こういう PU レザーのね、合皮のケースは多少その鍵とかで引っ掛けても傷はつきませんが、本革に関してはやはり生き物の革ですので傷がつくことがあります。なので例えば鍵とかと一緒に入れたりとか、いろいろカバンの中入ってたりするじゃないですか。そういうもので傷がつくこともありますので、それが脆いとかチャチーとか思わないようにご注意ください。最後にもう一点、本革のこういうフリップタイプのねケースっていうのは、こうこれもそうなんですけど、磁石でねくっついてます。磁石タイプですね。最初は磁石がちょっと弱いかなって感じてすぐパカンと開くこともあります。合皮の方はね、PU レザーのケースはそんなにないんですが、本革のケースはちょっとね、あれ？って思うことがあるかもしれません。でも、使っていくうちに、だんだんですね、皮が柔らかくなることで、磁石がしっかりくっつくようになるそうです。なので、最初磁石が弱くてもご安心ください。と、以前私は教えてもらいました。で、こういう話をね、ちょっと今回わざわざした理由が、まあ、最近のね、若い方はもちろんなんですが、30代、40代、まあ、50代ぐらいの方でもね、ちゃんとした革製品を扱ったことがないという方、増えてきてるようでして、まあ、私も以前仕事で革製品扱ってた時にね、いろいろと勉強させていただいて、まあ、そういう説明させていただいてたんですけど、一人でも多くの方にね、革製品っていうのはやっぱり扱いが大変だけど、でもいいものだよっていうのを知ってほしいなと思います。では、今回の動画ですね、参考になったという方、高評価ボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録お済みでない方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も動画のご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。